こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、今年の秋に買ってよかった秋服ベスト5ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思っています。僕のこちらのチャンネルでは、普段はですね、ユニクロですとか、GU ですとか、あとはグローバルワーク、グリーンレベルだとか、まあ、そのようなですね、比較的価格帯を抑えたですね、お洋服だとか、あとはそういったものを使ったコーディネートを皆さんに解説しているかなと思うんですが、まあ、僕自身、この辺りのお店も好きで買い物しますが、 それだけではなくて、もうちょっとですね、コアな、僕自身がファッションを楽しむような買い物も、やっぱりですね、ちょこちょことしてるわけなんですね。まあそういったものも定期的に皆さんにご紹介したいなということで、今回はこの秋に買ったもので、特に印象的だったもの、すごく気に入ってるものをですね、 5点に絞って皆さんにご紹介をしたいなと思っています。まあ、どのアイテムに関しても定番的というよりは少しこうトレンド感があったりとか、ややエッジが効いていたりするわけなんですが、僕自身ですね、おしゃれ上級者のような明らかに個性的な着こなしだとか、人との違いというのを重視するということはそこまでないので、中級者の方でも使えるものが結構多いかなと思いますので、よかったらですね、今後の買い物のご参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこのような形でメンツファッションの もですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでまず1点目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが今僕が着ているこちらのですねブルーの無地シャツですねちょっと立っていますね はい、このようなシャツを購入しました。こちらはですね、H Beauty and u というブランドのトーマスメイソンというですね、イギリスの名門の生地ブランドがあるんですが、そちらのファブリックを使った、ちょっとゆったりめのですね、1枚で着れるようなシャツなんですね。まあこれをですね、秋にまず最初に購入をしました。 T シャツのの上にさらりと着着るだけでもう秋の着こなしししが完成してしまうのでで僕はシャツが大好きなんですね、まあ、このようなブルーの無地シャツは今年のトレンドアイテムということを皆さんにもですね、以前お伝えしましたが、やはりですね、いろんなお店でですね、こういったものをリリースされていまして、特に最近はこのようなシャツの生地をですね、結構贅沢に使ったもの増えていまして、まあ、トーマス・メイソンだとですね、結構オーダーのシャツを作るときに、まあ、選択肢に上がってくるような上質なファブリックなんですが、まあ そういったものを使ったシャツですね。結構、ユナイテッドアローズ、ビューティーユース、アーバンリサーチ、エディフィス、あとはドメスティックブランドなんかでも、こういったトーマス・メイソンの生地を使ったシャツ、多くやってるんですけども、まあ、その中で個人的に気に入って購入したのが、こちら。 H Beauty and u のブルーのシャツなんですね。まあ色味もですね、ブルーと言っても結構ビジネスっぽく見えるような薄いブルーもあるんですが、まあ最近の結構無地シャツっていうのは少しですね、色も濃いめのですね、ブルーが多いんですね。まあ清涼感があって、まあ大人の男性であれば爽やかな雰囲気になるので、まあこれはですね、結構いろんな方に似合いやすいのかなと思います。各社いろんなセレクトショップによってオリジナルのシャツ微妙にシルエットは変わるんですが、 H Beauty and ー,ー,ース u は、ドメスティックブランドのような、結構ですね、エッジの効いたサイズ感が多いんですね。結構大胆に大きいんですね。僕が今着てるもので、これ、S サイズなんですね。まあ、通常僕はですね、服は1サイズとか2サイズ上げて着ることが多いので、S がジャストサイズなんですけども、M にすることも多いんですね。ただ、これはもう S でもですね、かなりたっぷりめ。通常のブランドで言うと、L とか XL 相当ぐらいのですね、サイズ感になってるんですね。 このあたりのトレンド感のさじ加減が、やはり H ビューティーユースというのはとても上手なので、まあ、僕自身大好きでいろいろと買い足してるんですが、これはなかなか良かったですね。もうすでに、 8月の終わりぐらいから着ていまして、9月ももちろん着ましたし、これから10月、11月、その先もですね、第一ボタンを閉めて、この上にですね、ニットを着たいだとか、あとはアウターを着ることで、なんだかんだで、かなり長い期間着れるのが、こういったブルームジシャツかなと思います。おそらく、真夏ですね、もう半袖短パンの時期以外は着れるので、まあ、3.5シーズンぐらいですか、まあ、それぐらい使えるような、このようなコットンのシャツというのは、1枚あるとめちゃくちゃ 便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。襟型はレギュラーカラーですね。これはバンドカラーとレギュラーカラー、どちらも好きなんですけども、まあ、最近ちょっとバンドカラーのものをたくさん揃えていたので、久々にレギュラーカラーを買いましたが、まあ、第一ボタンを閉めた感じもとても綺麗なので、まあ、ぜひですね、皆さんもブルー系の無地シャツ一つのテーマになるかなと思うので、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。 はい。続いて2点目の購入したアイテムなんですが、僕が今着ていますこちらですね。ちょっと立ってみたいと思います。これはですね、トゥモローランドで購入しました、ウール素材のシャツになります。で、色はですね、ブラウンなんですけども、まあ、ブラウンの中でもいろんな色の表現があるんですね。その中でも、ちょっとこう、オレンジがかったような綺麗なですね、ブラウンが非常に気に入って今回購入をしました。動画の中でも何回か着たことがあるので、まあ見たことがあるという方もいらっしゃるかなと思います。 ですが個人的にはこれめち先ほどの H Beauty and Youth のシャツはブルー無地になっていまして結構爽やかな雰囲気だったと思いますそして生地もですねコットン100%なので季節といったら3.5シーズンぐらいで真、まあ、夏以外は使えるようなものかなと思います一方で今僕が着てるシャツはウールの素材感でもうちょっと生地も厚みがあるんですねそうなってくると先ほどのシャツと比べるとですね結構アウター的な感覚 で羽織れるのがこのようななシャツかなと思っています。いわゆるシャツアウターにちょっとと片足突っっっ込んでいるよううなな感じのアイテムかなと思ってまして、まし、あ、こういったポケットがついていたりだとか、まあ、デザイン的なディティールですねボタンに関しても少し大きめになっているんですねなのでアウター的に羽織るにはちょうどいいかなと思っていますブルーム地シャツだと結構清涼感があるんですがまさにこういったブラウン系のシャツだと秋冬をですね象徴するようなすごくですね季節感のあるカラーなので、まあ、個人的にもですねこの シャツとても気に入っていますテモロランドのオリジナルは結構好きで僕自身も買うんですね。まあ、セレクトショップのオリジナルというジャンルではあるんですが、その中でもすごくベーシックな感じではなくて、デザイン的にはちょっとエッジは効いていたりだとか、あとは素材使いですね。ここが贅沢なので、ちょっと普通のセレオリよりは高いんですよ。だけども、すごく満足度が高いのが手モロランドのオリジナルかなと思います。ややクロート向けかなと思いますね。中中級者ののでも通常のベーシックなセレオリに飽き てきた方方にははテモロランドののののオリジジナルとといいいううこのエッががすごく心地がいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています、まあ。サイズ感もですね、少しゆったりめではあるんですが、ものすごくオーバーに振ってあるわけではないので、割と大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひですね、こういったウールのシャツですね、まあ、素材感も上品なんですよ。コットンにはないようなシャリ感だとか、表面の光沢感も楽しめるので、ぜひ皆さんですね、このようなテモロランドのウールのシャツもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらですね。まあ、いわゆるこう、デニムジャケットというものなんですが、僕ら世代からすると、ジージャンといった方がですね、親しみ深いかなと思うんですね。こちらを購入しました。先日ですね、ユニクロのデニムジャケットをご紹介しましたが、あれがすごく良くて、なんか僕の中では、ユニクロのデニムジャケットは、日頃ガンガン使いたいなというイメージなんですが、少しオシャレをして、綺麗に着こなすジージャンも欲しいなということで、購入したのがこちら。 ジーニックというブランドのデニムジャケットですね。これは原宿のですね、ビームスで購入しましたが、なかなかですね、仕上がりが良くてですね、いろいろと試着した中でも一番こちらがしっくりと来たんですね。いわゆるこう、アメカジベースのちょっとゴリゴリなデニムジャケットという形よりは、まあ現代のですね、エッセンスをうまく融合させたような、まあ、そういったデザインになってるんですね。このジーニックというブランドは、イタリア人と日本人の2人がですね、タッグを組んで作られたブランドになっています。 てててるるんんでででですすすがががが元々様々様ななメゾンンンブブララドドデニムを手掛けていたたた方が立ち上上げたブランドなののこだわりがものすごく詰まっっ枚に仕上がってるんですね個人的に気に入ってるのは、まずはですね、色合いなんですよね。カラー展開が確か2色だったと思うんですが、僕が購入したのはこちらのブラックという色で、これはね、すごくシャープで、色の深みのおかげでワークテイストになりすぎないのが、なかなかかっこいいなと思ってるんですね。まあ、いわゆるブラックといっても真っ黒ではなくて、デニムの風合いを 残しなななながらののブブラックククででダ、まあ、ダーーーーグレーとかダークブルーに近いような感覚なんですねこの色合いがすごく良くて古着っぽいですね、ジージャンじゃなくて少しちょっとモードっぽさを感じるぐらいの雰囲気なので僕はこのデニムジャケットがそういった点も含めて気に入っていますボタンもですね、こうメタルでちょっと無機質な感じになっていましてあまりこう装飾性がないんですねブランドのタグなんかも見えないのが個人的に気に入っていましてサイズ感も少しですね、ゆとりがあるような気はするんです 特にオーバーバサイズに振ってあるわけではないんですがが現代的ななサイズ感もも少しし意識らら作られていていその辺りもですね、個人的に気に気入ってるんでですすねねサイズはです、ね、S か M かで散々迷ったんですが、少しですね、今っぽい雰囲気着行きたかったので、僕はあえてワンサイズ上げて M サイズにしました。個人的にはちょっと第一ボタンを閉めながら、小綺麗にこのようなデニムジャケットを着たいなということで、まあ、このようなですね、ほぼモノトーンの着こなしをしながらですね、こちらのデニムジャケットを楽しみたいなと思っています。 思っていますまだまだ G ニックというブランド自体はそんなに有名ではないかなと思うんですね。皆さんも初めて聞いた方も多いかなと思うんですが、まあ、デニムジャケットってやっぱり一着あると大人の男の定番としてはすごくいいかなと思うので、まずはユニクロから試してみる。そこでなかなか満足できなかったら、まあ、G ニックを含めて様々なブランドからデニムジャケットリリースされています。他には結構レミレリーフのデニムジャケットなんかもめちゃくちゃいいので、このあたりのデニムジャケットであれば結構複数年単位で使えるかなと思うので、ぜひ皆さん 皆さんもですね今年の秋はデニムジャケットをお楽しみい、ただければなと思っていいますはい、続いて4点目なんですが、先日発売になりました、ユニクロ U。皆さん動画見ていただいてありがとうございます。まあその中からもですね、1点だけ選出したいなと思ってるんですが、個人的にこれは良かったな、これはめちゃくちゃ使うなと思っているのが、実はこちらのですね、 V ネックのニットなんですね。今も内側に着てるんですが、これがですね、派手さはないけども、めちゃくちゃですね、使い勝手がいいですし、新鮮な感じがしたので、個人的に気に入っているんですね。まあ、ニットというと丸首がずっと主流だったんですけども、このような V ネック型というのも、まあ、定番としてずっと残っていましたが、最近はですね、逆に丸首よりも鮮度が高いのは、このような V ネック型かなと思います。流行というのは行ったり来たりの繰り返しなので、まあその その中でまたこういった V ネックがですね、一つのトレンドにですね、じわりじわりと復帰してきてるのかなと思います。昔ですね、僕も V ネック着てましたけども、まあ、当時に比べると結構厚みがありますし、なおかつですね、このリブの部分が太かったりだとか、やっぱりこう現代の要素を掛け合わせながらアップデートしてるのを感じるんですね。このナチュラルのカラーもすごく柔らかみがあっていいですし、今僕はこのユニクロのですね、UTT ジャケットですね、これを着てるわけなんですが、ちょっとこうワークテイスト、 ミリタリターっっぽいいい色合いとかそういったアイテムの内側に着るだけでちょっと小綺麗でクリーンなイメージだとか、あとは V ネックが持つ今っぽさみたいなところが簡単に出せますし、まあ、レイヤードスタイルも楽しみやすいんですね。白 T と合わせたりだとか、白のバンドカラーチャスと合わせたりしながら、この V ネックのニットを使うとですね、結構鮮度の高い着こなしができるので、まあ、地味にこれ良かったなと思います。個人的に気に入ったので、もうちょっとね、価格帯の上げたものでもうちょっと買い足したいなと思うん ででですすが久々に V ネッックののニットいいなと思ったのでぜひ皆さんもですねもう普通の丸首のニットを散々買ってきてちょっと飽きたなとかトレンド感のあるようなトップスを探してるという場合はめちゃくちゃ使いやすいと思います価格帯も抑えめで素材の質感だとかデザインのディティールも含めてやはり満足度が高いものですね通常のユニクロにはないようなトレンド感があってなおかつですね素材感もいいというところではこれはかなりおすすめかなと思うので、まあ、今回このナチュラルもよく 良かったんですが、他のカラーも買っていいかなと思うぐらい非常に良かったので、このアイテムに関しては秋に買ってすごく良かったアイテムの一つに挙げられるのかなというふうに思っています。 はい、ついてラスト5点目はですね、今僕がかけているこちらですね、メガネを久々に新調しました。普段ですね、僕はあのメガネのイメージあんまりないかなと思うんですが、日常的には外出時にはほとんどメガネをかけてるぐらいメガネが好きなんですね。まあファッション小物の一部としてメガネを愛用してるわけなんですが、まあその中でもですね、結構ブラックのこういったセルフレームのメガネが大好きなので、まあいろいろと買ってるわけなんですね。まあ例えばですね、よく動画の中でもかけてるのは こちらですね。アイバンというブランドのですね、こちら、メガネになってまして、これは結構見覚えがあるかなと思います。割とこう丸みのあるシルエットで、サイドがですね、ちょっとこう、シャンパンゴールドぐらいのですね、金具が使ってあるというメガネなんですね。まあこういったものだとか、あとは同じこちらもアイバンなんですが、もう少し先ほどのものよりは四角っぽいデザインですね。レンズの濃度もそれぞれ変えているんですが、これはもうカラーレンズというよりは、ほぼサングラスですね。瞳が見えないぐらいの濃さ ののももなんですけどもこういったものがある中で、今回はですね、ちょっとブランドを変えて、ステディというブランドですね、こちらのメガネを買いました。これまでのメガネに比べると、形がですね、そんなに違わないといえば違わないですよ。あくまで僕の好きなラインは、黒フレームであることと、あとサイドは金属であるという、ここがですね、個人的には好きなんですね。まあ、そこの大枠は変えてないんですが、今回は六角形の形になってるんですね。 ちょっとエッジが効いていますよね。今までのものと比べると、デザイン的には少しこう丸みがあるんだけども、六角形になっているというところ。あとは縦幅が違うんですね。こちらだと結構ですね、縦幅がしっかりめにあります。これでもそんなに思いっきりある方ではないんですが、それに比べるとよりですね、コンパクトになってるかなと思います。僕の顔の大きさにはこれぐらいの方が、かえってバランスがいいかなと思ってまして、まあ、今回このサイズにしました。 また違いで言うとですね、このブリッジの部分ですね、ここまでちゃんとこうセルフレームだったものが、こちらのメガネに関しては、このブリッジ部分はですね、金属になってるんですね。まあそういった部分でよりクラシックな見た目になってくるかなと思います。まあ、デザイン的にはよりエッジが効いているんですが、やりすぎ感がないというところが非常に気に入っていて、これは買ってよかったなと思います。で、レンズの色も微妙に変えていまして、こちらはブルー系のレンズを薄い形で入れているんですが、今回はですね、 グレー系のレンズを入れました。まあ、グレーもですね、ちょっとこう、秋冬にはすごく使いやすいような色で、そんなに季節感がないかなと思うんですね。一方で、ブルー系というのは、やっぱりこう、清涼感があるので、特に春夏向きかなと思ってまして、このあたりのカラーレンズを入れ替えるだけでも、だいぶ雰囲気は変わってくるかなと思います。ただ、ちょっと見慣れてるのは、こっちの方が見慣れていまして、まだちょっと個人的にはですね、ブルーが良かったかなというところで、悩み中ではあるんですが、まあ、季節によってレンズの色を変えるのもいい いいかなと思います。こちらお店に持っていけば2000円ぐらいでレンズが変えられるということだったので、まあ今後ね、ちょっとカラーのバリエーションも含めてちょっと検討してみたいなと思います。まあ、メ眼鏡がね、あるとないとでは全然印象が違くて、ない方がプレーンでですね、一般的にはあの、安心感のある見た目になるかなと思います。こういったカラーレンズの眼鏡を入れることで、やっぱりエッジが効くので、その人の個性がですね、際だったりだとか、ファッション的には少しワンアクセントになるので、着こなしを楽しむという意味で、 では結構メガネというものがあるとすごく広がりが出るかなと思うのでぜひ皆さんもですねお近くのゾフだとかジーンズでも同じような形正直いっぱいありますそういったものからちょっとこう伊達メガネだとかファッション性の高いメガネをですねトライをしてみるのもいいかなと思いますまあ、いわゆるこういったボストンタイプだとか ウェリントンタイプですね。こういったタイプだとか、まあそういったところが入りやすいかなと思うんですが、ちょっとエッジの効いたこういった六角形っぽいものもですね、取り入れることができるとトレンド感があったりだとか、少しデザイン的にもエッジが効くかなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。 はい、ということで今回の動画では秋に買って良かった秋服ベスト5ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあどれもですね、普段の僕がご紹介するアイテムに比べると結構エッジが立っていたりだとかトレンド感が強かったかなと思うんですが、まあ、僕自身ですね、そんなにこう木を照らったものって買わないので割とですね、普段の動画の延長線上にこういったアイテムがあると理解するとわかりやすいかなと思っています。もちろんファッションっていうのは様々な価格帯の服があって安いものでいいもの ものもたくさんありますしちょっとこだわることで美さではあるんだけどもやはりですね違いが楽しめるようなアイテムもたくさんあるんですねそういったコアなアイテムも時には皆さんにお伝えしたいなと思ってますし僕はもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルだとそういったアイテムをメインに取り扱っていますのでぜひ気になる方はですね下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに